はい、皆さんこんにちは。サンフォーツ福井です。今日はですね、今どこにいるかというとですね、島根県出雲市にいるんですけども、もうなぜ来たかというとですね、三和さんの美味しい水の工場見学をしたかと思うんですけれども、もうせっかくね、まあ山陰に来たならば山陰のちょっと名所に行ってみようかと、まあそういったちょっとスピンオフ企画みたいな感じで、やってきました。で、もともとですね、私鳥取県の出身でして、この出雲というのですね、まあ有名なところだと、まあ、出雲大社があるんですけれども、私、家族でね、初詣行くときは毎年この出雲大社に来ておりました。で、今回はね、このまた出雲大社に参ることで、まあ、縁結びの神様として有名じゃないですか。なので、まあ、恋愛というだけじゃなくて、まあ、いろんな人間関係とか仕事も含めて皆さんにいいご縁があるようにということで、参っていきたいと思いますので、行ってみたいと思います。はい、ここですね、今行くところが、まあ、大鳥居と言われるところでして、まあ、これが一番最初の鳥居になりますね。大きいですよね。ここから、まあ本殿はですね、結構歩かないといけないんですけども、まあでもこれはね、歩くのも楽しいかなと思います。これがまあ松並木がですね、有名でもありますね。参道ですね。はい、こちらが水溜まりの門ですね。はい、着きました。ここはですね、水溜まりの鳥居、2つ目の鳥居ですね。大きな鳥居になります。じゃあこちら入っていきたいと思います。ここの払いの社っていうところでお払いをします。でずっと登っていって上の方まで行くと、入っていきたいと思います。はい、先ほど参ったのがですね、拝殿というところでして、実は本御神体はですね、あの奥の建物に祀られておりますので、そちらも参ってきたいと思います。はい、では参ってまいりました。正式なこれちょっと調べましたら、こういった、ね、神社とかですね、回る境内を回る場合は反時計回りということで、参っていくのが正式ということのようです。続いてですね、こちらでもしっかり、巻いていきたいと思います。ここからだとちょうどそうですね、行き過ぎちゃいましたけど、本殿のですね裏側が見えるという
ですね、なぜこんなところに賽銭箱とかですね、皆さん参っているかというとですね、後ろに本、ご神体が祀られている建物があるんですけども、こちらの方にご神体が向いているとですね、これ西向きらしいんですね。で、建物の正面は南を向いているということのようです。ですから、まあ、中に祀られているご神体様はこちらがですね、今私たちがいる方を向いていらっしゃるので、ここに、お参りする場所があるということですね。はい、じゃあまた奥の方に向いていきましょう。これでですね、一周回ってきたということになります。実はもう一つですね、大きなところがあります。ではこちらなんですけども、はい、ということで、見えますでしょうか。こちらですね、祈祷とかですね、するところになります。で、ここにあるしめ縄ですね、一応日本一の大きさを誇ると言われていて、このひねり方も逆だそうですね。はい、ということで聞いたことありますけれども、こちら最後お参りして、終了とさせて、参拝の終了とさせていただければと思います。はい、じゃあ参っていきましょう。はい、ということで、皆さんいかがでしたでしょうかと。一応ですね、頑張って全部参ってきました。結構ね、数があるなと思いましたけれども、これだけ僕も自身もですね、しっかり参ったのは初めてかなと思うぐらいでした。でもね、この5人が皆さんあれば非常にいいんじゃないかと思っております。はい、じゃあですね、この出雲大社の次はですね、またちょっと別のところに行ってみたいと思いますので、期待していただければいいかなと思います。はい、じゃあ行ってみましょう。ありがとうございました。この動画がいいと思ってくれた方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。